皆さんこんにちは、大和製作所のロッキー藤井です。今日は皆さんに私自身と大和製作所という会社を紹介させていただきます。私は26歳の時に川崎重工退社、機械設計技術者として独立し、今から45年前に大和製作所の前身となる機械設計会社を創業しました。オイルショックの直後でやりたかった自動機械の仕事は全然なく、地元の鉄工所やいろんな会社に行き、図面を書く仕事があれば何でももらってこなしていく状態でした。それまで私はずっとエンジニアとして生きてきたので、マネジメントは全く理解しておらず、今から思えば行き当たりばったりの経営をし、大変な回り道と同時にたくさんの失敗をして、事業料を嫌というほど払い続けてきました。ところがある時、この土地は讃岐うどんの本場なので製麺機に特化した方がいいというアドバイスがあり、ある会社の依頼で現在の新内の原型にあたる機械を開発したのが製麺機に本格的に取り組むようになった始まりでした。始めるのであれば、最終的には必ず市場でトップになると誓い、そしてトップになるには麺の美味しさが絶対条件だと信じ、製麺機の開発職から麺の美味しさを極めるために研究にも没頭したんです。製麺機を開発した当初から今のような美味しい麺ができていたわけではありません。常に厳しいお客さんの意見を聞き続け、お客様に育てられ続けてきたんです。美味しい麺作りのためには製麺機の研究だけではなく、小麦粉、塩、水等の材料面の研究、製麺理論の研究も深く行ってきました。その結果、当社のうどん用製麺機新内、ラーメン用製麺機リッチ麺、そば用製麺機坂東太郎の3機種ともに業界のベストセラーでロングセラーになることができたんです。今でもお客様には麺質に完全に納得してもらってから機械を購入していただくようにしています。そして25年前に当社の使命である麺専門店繁盛支援会社を明確にし、年中無休365日メンテナンスを始めることに決心しました。その頃は社員数が30名余りだったのですが、最初は社員全員が大反対し、なかなか始めることができなかったんですが、説得して説得し、一旦始まると大変だってもかかわらず、社員が一致団結して気持ちよく続けてきてくれたおかげで、だんだんとお客さんからの信頼が厚くなり、この業界で万年2位だった当社がシェアトップになることができました。創業以来の45年間振り返ると、常に厳しい時代に翻弄され、それにも負けずに奮闘し続けた歴史でした。生き残ることができた要因はたくさんありますが、その一つ目は当社のことを信じ、当社の機械サービスを買い続けてくれたお客さんの存在があったからこそなのです。製麺機は安い機械ではなく、お客さんにとっても高価な買い物であり、1回購入すれば最低10ないし15年間ぐらいは使用するので、当社への信頼がなければ絶対に買ってくれないんです。そして今も国内海外で買い続けてくれているお客さんのおかげなんです。さらにお客様については、単なる当社の機械を購入してくれる人たちだけがお客様ではなく、私たちが当社の価値観を共有する方たちがお客様だと信じ、そのような人たちだけに販売してきたことが、当社が生き延びることができた大きな要因だと思っています。二つ目は、大変な時に逃げ出さずに一緒に頑張ってくれた人たちの存在です。私のように人間として、どちらかといえば難しい一途な人間と一緒になって、厳しい時に歯を食いしばり、苦難の時を一緒に乗り越えてくれた人たちがいたからこそ乗り越えることができたんです。
役員として新しいアイデアを提供してくれ、ラーメン学校は生まれたり、新しいビジネスを始めることができたり、一緒に笑い、一緒に悲しみ、一緒に戦略を練り、厳しい時も決して諦めなかった人たちの存在です。今また同じように厳しい時期を迎えていますが、支えてくれている多くの人たちの存在にどれほど勇気づけられているか分かりません。3つ目は、当社に商品サービスを提供してくれている外注先、取引先の人たちの存在です。当社が大変な時も厳しい時も逃げないで商品サービスを提供し続けてくれ、当社の成長を支え続けてくれた人たちがいるのです。もしこの人たちがいなかったら、当然今の当社は存在しなかったんです。4つ目は、当社が大変な時に援助の手を差し伸べてくれた善意のある人たちのおかげなんです。何度も何度も倒産の淵に追い込まれた時に、常に善意のある人たちの助けで何度助けられたか分かりません。その人たちの何人かはすでに他界されていますが、いつになってもその人たちの存在は忘れることができないし、忘れてはいけないと思っています。5つ目が、家族の存在です。創業以来厳しい時代が続いている当社の状態に不平を言わずに、一緒に支え続けて頑張り続けてくれている家族の存在がなければ、当然当社はなかったんです。6つ目が、我々のやってることは時代の大きな流れとある程度合ってきたことだと信じています。もし時代の流れに逆行していたら、当社はとっくにこの世にはいなくなっていたはずです。次に、麺の研究、製麺機の品質向上、メンテナンスにフォーカスし、さらには機械メーカーなのに麺学校をはじめ機械の販売だけではなく、さまざまなノウハウの提供、ソフトの販売を行ってきたのは大きな転換点だったんです。そして国内だけではなく海外の販売にも乗り出していることで、海外でも製麺機の販売だけではなく麺学校の運営を行っているのも当社の大きな特徴です。開発部門では今後のデジタル化、 IoT 化に向けてまっしぐらの新しい商品開発に果敢にチャレンジしています。アメリカの UL 価格、欧州の CE 価格にもチャレンジし、新しい開発機器が世界中に広まろうとしています。私は年齢こそ73歳になりましたが、若い頃となんだ変わらない気持ちで奮闘の日々を楽しんでいます。過ぎ去った45年間を振り返ると、日本産業界の歴史の大きな変遷の中で、当社は決して楽に運営できたことはなかったんですが、今日までよく生き残ってきたもんだと深く考えさせられます。今後当社が未来に向けて強く生き残るために、最も重要なテーマがカスタマーサクセス、要するにいかにお客さんのビジネスを成功させるかということです。問題を抱えているお客さんに対しては、一緒にお客さんの問題解決し、成長を続けているお客様にはさらに成長を加速するために、当社がどのようなお手伝いすればいいのかを研究し続け、応援し続けることをお約束いたします。そしてグローバル化が進む中で、世界に誇れる日本料理はこれから高齢化の進む世界にとって非常に魅力的で、美味しい日本の麺文化を世界中に広めることこそ当社の使命であると深く信じております。これからのグローバル化の時代において、日本文化を正しく世界中に広め、日本の立ち位置を高め続けていくには、麺職人を通じて広めるのではなく、それを支える優秀な製麺機、そして麺の製法、調理法に関するノウハウ、ソフト、それらを正しく伝えるための大和魂がこれからは非常に重要な要素であり、当社の出番であると信じています。長いお話となってしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。ロッキー藤井でした。